日本関東地方東京都多摩市桜ヶ丘2丁目方面桜ヶ丘は東京都多摩市の町名。現行行政地名は桜ヶ丘1丁目から桜ヶ丘4丁目。郵便番号は206-0013。閑静な住宅街となっている多摩市の東北部に位置し、静石桜ヶ丘駅の南側から長山駅の北側にかけて広がる地区である。 地区の北側は高台になっており、晴れている日には、新宿の超高層ビル群が一望できる。東京多摩地区の住宅地でもある、京王帝都電鉄により、京王桜川丘住宅地として計画的な開発がされており、自然条件を十分に生かした高級住宅地という位置づけで、一区画は平均100坪となっている。地区計画で、 敷地面積は最低で50坪以上と定められ、法令上、それ、以下への分割は認められていない。朝日新聞で連載された、東京地名校では、玉の田園調布と紹介された。1995年に、ジブリ映画、耳をすませばの舞台になった街ということから、よそから観光に訪れる人も多い。高段者の、土地のグランプリ零七から零八の、摩地区の住宅ランキングでは、 武蔵野敷地上寺東町を抜いて、多摩市桜川丘2丁目が8位を獲得した。2013年6月8日に、テレビ東京で放映された、出没。アドマチック天国成績桜川丘編では、桜川丘住宅地として、ベスト10にランクインした。住宅地の地価は、2014年1月1日の工事地価によれば、 桜ヶ丘一丁目57番後の地点で22万1000円平方メートルとなっている。旧来、当地区の地名は、当時方、赤戸、買取等であったが、この一帯が桜の名所であり、1937年、当時の京王電気軌道が当地区の最寄り駅である、赤戸駅を、成石桜ヶ丘駅に改称戦後、当時の京王帝都電鉄が東地区の宅地開発を行い、 桜ヶ丘住宅地として販売し、正式な地名となった。桜ヶ丘住宅地の開発以前、この地域の旧区画では、赤土、杜地方、落ち川の各一部で、人家は、ほとんどなかった。大きな樹木は少なく、竹の低い雑木林が大部分で、これは、炭焼きや椎茸栽培などの穂炊きにするため、樹齢10年ほどで刈り取っていたからだった。その中で、 コンピラ宮神社を囲む数本の大木だけが一際目立っていた。その一つに祈り松と呼ばれる木があり、鎌倉時代末期の原稿の乱の時、鎌倉方は遠目の菊兵士をこの松の上に登らせて、府中、中川原、部外方面の戦況を知ったという。この松の下に江戸時代になって、関戸村の荒野の林蔵という物持ちが四国のコンピラ様にお参りして、 その文霊をいただいてきて祀ったのが、コンピラ宮神社である。その後、女人が裏切った男を恨んで夜な夜な、この老木に男を呪う人形を五寸国で、打ち込んだという言い伝えも残っている。この松は、桜が丘住宅地の完成後、すでに木の中心は空洞だったため伐採されてしまった。1956年に、当時の慶応邸と電鉄は、 電園都市建設部を発足させ、筒子が丘住宅地に続いて、当地に桜が丘住宅地が計画された。成績桜が丘駅南側の約76ヘクタールを買収し、新時代の住宅都市を作ろうというもので、電気、上下水道、都市ガスを完備した当時としては、国内で他に類を見ない本格的な街づくりだった。都市ガスは普及していなかったため、 ガス供給のための京王ガス株式会社が設立され、京王は鉄道会社として初めてガス事業に参入した。そして1960年に工事がスタートし、1962年に第1期分譲が開始された。1区画平均100坪で分譲され、分譲開始から4年間に第7期までで全体の約1300区画のうち約1200区画を販売。 1971年には全区画が完売した。まだ金融機関によるローンはなく、まとまった資金を有する人しか取得できなかった時代である。この開発により当時の玉村の人口は1万人を超え、調整志向した魔城になった。その後、当時宅地の開発に関連して、成績桜ヶ丘駅前には、京王百貨店、京王アートマン、京王ストアを キーテナントとするとかで最大規模を有する慶応成績桜ヶ丘ショッピングセンターが開業したほか慶応本社をはじめとするオフィスビルが進出した寄生住宅地で建築協定が制定されたのは桜ヶ丘住宅地の桜ヶ丘2丁目が全国で初めてである建築協定そのものは住宅地開発と同時に制定されることは多々あったが 住環境を守るために、土地の利用に制限が伴うものであるので、規制の住宅地での制定は同意形成の問題で、それまで例はなかった。きっかけは、1970年代頃から、桜ヶ丘住宅地内で一区画を3分割も、桜ヶ丘住宅地では一区画100坪前後の、ゆったりとした良好な住環境が形成されていた、ことから、日照や、通風も、 まともに確保できないような敷地面積30坪以下の小建て住宅が密に立ち並ぶ区画が増えていくことに住民は住環境が破壊されるという危機感を募らせていた。住民らは敷地面積は良好な日照や通風を確保できる50坪以上とするよう業者に働きかけるなどしていたが、それに従わない業者もあり、そうしている中、 桜川か二丁目では建築協定を制定するという動きにつながっていった。1979年に自治会が建築協定の案を示し、住民に対して建築協定制定の賛否を問うアンケートが実施された。結果は圧倒的賛成多数で、これにより建築協定の制定への取り組みが本格化することになる。九百八十年の自治会の総会では、 協定制定の準備のため、ミニ開発防止特別委員会が設立された。そして、委員会により何度となく、説明会が開かれ、住民アンケートが実施されたりして、専門家の遂行も重ねながら協定の具体的内容が決められていき、1981年には最終案がまとまった。そして、住民の418人もの地権者の同意を取り付け、同年11月6日に、 申請12月25日に桜ヶ丘2丁目を中心とする418区画、協定面積126,503平方メートルで建築協定は発行した。この多摩市桜ヶ丘2丁目住宅地区建築協定により敷地の規模は最低165平方メートル建築物の外壁から敷地境界線までの距離は1メートル以上と定められ、密に 小建て住宅が立ち並ぶミニ開発の脅威はなくなった。また、この協定は特徴的で、戦術の最低敷地面積といった具体的な取り決めが並んでいる中に、近隣との協調という一行があり、土地の所有者は建築を計画するにあたっては、周辺の生活環境に及ぼす影響に十分配慮し、良好な近隣関係を損なわないよう努めるものと、するとされた。 この協定は、規制の住宅地で制定された画期的なものだとされ、1981年12月10日付の東京新聞、12月13日付の朝日新聞と読売新聞で取り上げられた。それから数年後、田園調布で締結された建築協定は、この建築協定をもとにして作られた。その後、地区計画制度が整備されたことから、1九十一年に、 多摩市により、多摩市桜ヶ丘地区計画が施行された。効力が2丁目とその周辺に留まっていた建築協定の規制内容を桜ヶ丘全域で施行したものだった。これにより、最低敷地面積や敷地協会からの外壁の交代が2丁目の協定から引き継がれたのに加え、日陰要因となる共同住宅の建築問題も生じてきたことから、参考。 以上の共同住宅、長屋の建築はできないと定められた。その頃になると2丁目の建築協定の期限も近くなっていたが、地区計画が協定地域全域を含め施行されていることから、協定の参加者らは協定を更新しないことを決め、1996年2丁目の建築協定は期限満了を迎え執行し、地区計画がそれを引き継いだ形となった。 2018年1月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。いろは坂の中腹京王線の成績桜ヶ丘駅が当住宅地開発当初からの最寄り駅であるほか、その後開業した京王相模原線、小田急多摩線の長山駅が利用可能で、両駅へバスも出ている。また、 京王相模原線、小田急多摩線、多摩室レールの多摩センター駅方面へのバスも利用できる。いろは坂通りの北端にある坂道は日光のいろは坂のようであることからいろは坂と呼ばれている。この場所はジブリ映画耳をすませばのモデル地の一つとなり、その主題歌カントリーロードの丘を巻く坂の道というフレーズの元となった。また同じく 耳をすませばのモデル地になった地区中央部にあるロータリーは2014年の改正道路交通法の施行に伴い法令上初の環状交差点に指定された。コンピラグ神社行政郵便局公園神社、寺院このほか京王百貨店社長、横川電子機器社長、日立電線社長、稲毛屋社長、名電社社長、日本ヒューレットパッカード社長、三沢ホーム社長、 島田屋社長らが居住していた。ありがとうございます。